こんにちは田辺聖子の万葉散歩から万葉百書の五十七種目をお送りします日差方の雨の梅雨しもお気にけり家なる人も待ちこぬらん日差方の雨の梅雨しもお気にけり 家なる人も待ちこ恋ぬらん大友の坂の上のいらつめ坂の上のいらつめについては今までたびたび出てきたから詳しく述べないおう もう梅雨の降りる頃となりました家にある人が気にかかりますその人もさぞ私を待ち焦がれていることでしょうではおいとまをこの人は女性であるそうしていらつめの娘たちであろう 二人いる娘の長女は大友のやかもちに妹は大友の宿ね駿河羅にとつがせているこのいらつめは躍動する再起に任せて多弁饒舌である人のことを我が身によそえ娘に代わって流暢に歌を読みかけるこの歌も 前後に娘婿の「駿河麿」の歌があるので娘のことを言いつつ婿に促したような雰囲気があるこの時代女は結婚してもしばらく母の家にとどまる男はそこへ通うという形である駿河麿は娘の婿であるが同じ一族の男だし いらつめも気に入った婿と見えて、二人は会うとさながら恋人同士のようなざれ歌を交わしている。するがまろは、男たる者がこんなにしょんぼりしているのは恋のためですよ。それもあなたのせいですよ。そう思いませんかとざれると、心では 「私もあなたのことを忘れる日はありませんが何たってあなたは塩分の絶えぬ人ですもの」などといらつめは返しそれは娘の身になって歌ってはいるがどこかすれすれの危ういざればみがある「久方の」の歌にはそういう遊びはなく娘を思う母心一途となっているが さらに深い思いはこの後に据えられたもう一種の方にある「玉森に玉は授けて勝月も枕と我はいざ二人年」「玉森に玉は授けて勝月も枕と我はいざ二人年」 四の六百五十二娘を玉によそえ大切にしていた玉はそれを守ってくれる人に託してしまった寂しいようなホットアンドしたようなでもまあとにかく私はあとに一人残ったのださあ 枕と二人で寝ることにしよう娘をとつがせた母親の心はこの歌で尽くされるのではないだろうか久方の雨の梅雨しもおきにけり家なる人も町恋ぬらん久方の 雨の梅雨しもおきにいけり家なる人も町恋ぬらんこれで「万葉百書」の五十七首目は終了ですありがとうございました